メルセデスベンツ GL クラスは、ドイツの自動車メーカーであるダイムラーが、メルセデスベンツブランドで展開していた SUV である。F セグメントに属する。2015年より、GLS クラスへ名称変更されており、GL クラスとしては2代目にて終了となった。名称が示すように、本来は、メルセデスベンツの最上級 SUV として、それまでの SUV として作られている。 G クラスと置き換えることがきとされていたと言われる。実際には本モデル発売後においても多くの国で G クラスの販売が継続されている。製造は同じくメルセデスベンツの SUV である M クラスと同様、米国アラバマ州タスカルーサ工場である。プラットフォームはナッチ・デュランゴと共有。2006年1月デトロイトショーで発表。 日本では5.5リットル V8 ガソリンエンジン搭載の GL550 のみが導入されているが、欧州では4.6リットル V8 ガソリンエンジン搭載の GL450、3.0リットル V6 ディーゼルエンジン搭載の GL320CDI、4.0リットル V8 ディーゼルエンジン搭載の GL420CDI も設定された。 製造国であるアメリカでの価格は54,900ドルから、日本での価格は1,313万円からとされた。右ハンドル仕様自体は生産されていたものの、日本に正規輸入されたのは、左ハンドル仕様のみであった。2010年3月3日にマイナーチェンジを実施。フロントマスクを一新するとともに、LED ドライビングライトを装備。内装でも本が巻き。 ウッドステアリングの素材をナッパレザーに変更。ダッシュボードやドアトリムにアンビエントライトを採用。安全面では SRS ニーバッグやヘッドライトの照射角をコントロールするインテリジェントライトシステムを追加。これらにより日本での価格が1369万円となった。2012年4月、ニューヨーク国際オートショーで発表。2013年4月、 GL554 マチック、GL63AMG が日本で発売開始。2015年1月、GL350 ブルーテック4マチックを日本市場に追加投入。メルセデス・ベンツ GL クラス、大型 SUV が2世代目に。2012年4月6日閲覧。ありがとうございます。